映画がやってきて10分の1秒のダイナマイトでこの世界を自由の牢獄に作り変えた。今日この時目に映るのはあなたの記憶、それとも私の記録。いつか出会えると信じた過去、もはや失われてしまった未来。なかったことにしないで。フィララクテア。天の川の町で起きていること。この町も終わりだな。お祭りの日に聞いた父の言葉は、私たち家族の終わりを告げるものだった。兄は家を飛び出し、私は心を閉ざした。無数の小さな太陽が深夜のロードサイドに照りつける。父の仕事はこの世界から闇をなくすこと。森を開き、土を固め、道を作り、町と村を結婚させる。農家のあの子はサラリーマンに、別の子は喫茶店のマスターになって、町のあの子はマイホームを手に入れた。アスファルトが薄く伸び広がっていく。知らない人の顔が増えていく。それは私が生まれた頃のこと。あと少し、もう少しで幸せが手に入る。そう夢見て笑い合う両親と兄の写真。転機となったのはあの事件だった。鬼怒川で見つかった女性の遺体。犯人はどこかへ消えた。あの日を境にこの町は病に伏せた。心に傷を負った中学生が起こした連続通り魔事件。弁当工場に勤める主婦が DV に悩み夫を殺害した事件。土木作業員が出会い系サイトで知り合った女を殺して山中に遺棄した事件。大型熱帯魚店の経営者による
連続バラバラ殺人事件。それは本当にここで起きたこと？そう、闇は消えたのではなく隠れただけだ。至る所に地雷のように。だけどこの平坦な戦場を私たちは何も知らないふりをして駆け抜けていく。さよなら。